私たちはご覧の通り6人の構成で活動しているバンドで主に J-POP を歌ってきましたね。そうですね。 J-POP たくさん歌ってきました。私たち3年目の同期のバンドなので 3年間ねいろんな J-POP を歌ってきたわけなんですけども、その中で今日は2曲皆さんにお届けしたいと思います。はい、冬がね始まったということで本当に3本本当に年も暮れなので来ていただいて本当にありがとうございます。楽しんでいただけましたか？ありがとうございます。楽しかった。3年目なのでこのこの舞台でいたなるわけなんですけれども、去年もね同じこのステージで歌わせていただいて、来年も一緒に歌えたらいいねなんて話をしてて、今年もここでまた歌うことができて嬉しいですね。そうですね、ボイストレーニングという大事な仲間と一緒にここまで来れたことが本当に嬉しく思ってます。はい、そんな感じで2曲目はですね皆さんにも大事な人っていると思うんですけれども、家族だったり友達だったり恋人だったり、そんな人との別れを歌った曲をお届けしたいと思います。はい、1曲目とは違ったちょっとしんみりした感じなんですけれども、楽しんで最後まで聴いていただければなと思います。 はい、皆さんにそう来ますように願って歌います。聴いてください。花花さんでさよなら大好きな人。 好きな人。